い、ということで今回はこのゲッシーズガチガチ仲間を育てようの体験版をやっていきたいと思います。何、なんか歌がめっちゃ可愛いんだけど。初めから。卵から生まれる不思議な生き物。卵から、あ、可愛い。その名もゲッシーズ。これはあれよね、ゲッシ類の生き物っていうことでゲッシーズのやろうね。生まれてたのベビーはまん丸な生き物だけど、めっちゃ可愛いんやけど、大きくなるといろいろな種族に成長するよ。小さいうちから何の動物かわからんのかな。私的にこのさ、真ん中で座って寝おる子めっちゃ可愛いんやけど、あれ何の動物なんやろ。こんなゲッシーズと仲良く暮らしてみませんか。うんうんうん。これからみんなを紹介するから気に入った子を選んでね。気に入った子の卵を特別にプレゼントするよ。気になる子を選ぼう。これこれ、この子かわいい。ムササビ？モモンガ？なんかそんな感じやね。この子で、お願いします。お、選ばれた。真ん中に出てきたよ。この子でお願いします。この子はモモンガだよ。ピンク色のほっぺがラブリー。お、モモンガやって、モモンガ。いいね、いいね。モモンガの卵をもらえますか？はい、お願いします。モモンガの卵を手に入れたよ。かわいいハートや。それではゲッシーズのお部屋に案内するね。うんうん。ここがゲッシーズが暮らすお部屋だよ。ゲッシーズにもらった卵の様子を見てみよう。卵を返すところから？まだベビーは生まれないのかな？まずは卵をお世話してみよう。お世話。どのお世話？温めお願いします。ハートが愛情でいっぱいになると卵からベビーが生まれるよ。早速卵を温めよう。はい、卵を温めてハートをいっぱい。なんかかじった。かじったよ。卵を温めよう。ジョイコンの L スティックと R スティックを上位に動かして卵を温めよう。ふんふんふん。ジョイコンの方？ちょっと待ってね。この両方いるってことかな。はっ。お。はい、オッケー。L スティックと R スティックを上下に動かして卵を温めよう。へい。え、これで？何？どれ？どこ？これでいいの？普通にコントローラーでできるやないかい。普通にできた。めっちゃなんか動きが優しいね。これ素早くも一応動かせるんか。なるほど。お、出てくる。あ、なんか最初はみんな同じってことなのかな？おめでとう。ゲッシーズメモ。かわいいベビーだね。レアなゲッシーズに成長しそうな予感。ん？レアな。レアとかおるんや。全部一緒じゃないんやね。生まれたベビーはどんな子かな？ベビーの様子を見てみよう。うんうん。お世話。満腹ゲージ。お腹が空くとこのゲージが空になるよ。お腹が空く前にご飯をあげよう。なんか眉間にシワが寄っとるように見えるんやけど。大丈夫？不満？お腹が空いてるのね。ご飯をあげよう。かわいい。いいね、この丸っこいフォルム。ペレット、一番ベーシックなご飯、栄養バランスが良い。いいね。この一個だけ？はい、じゃあこれをあげましょう。どうぞー。おぉ、減ってる減ってる。食べてるわ。ゲフ。あ、やっぱりお腹が空いてちょっと眉間にシワが寄っとったんやね。今全然なくなったシワ。あ、今出た。ベビーのお腹がいっぱいになってよかったね。あれ？ベビーがご機嫌斜めだね。なになに今度は。ご機嫌ゲージ。ゲッシーズは構ってあげないとご機嫌が悪くなるよ。このゲージが空になる前に触れ合いで仲良くしよう。ふんふん。触れ合い。触れ合いしよう。次は何？遊ぶの？ A を押したままで木をかじるよ。LR を回してゲッシーを撫でるよ。ZL、ZR に丸が重なった時、ZL、ZR を押すとゲッシーをくすぐるよ。ガジガジ。ガジガジ。木をかじらせよう。はい。こんなんでご機嫌になるの？これは遊んでるの。あ、なるほど。ちょっと疲れたりとかもするわけね。はい。
そんな感じ？お、よかったよかった。大成功！お、よかった。ちょっとタイミングよろしくないかなと思ったけど、いけた。ベビーのご機嫌が良くなってよかったね。ベビーを立派な大人に育ててね。うんうんうん。ってことは、あとは、お部屋。お部屋もなんかいろいろある。ゲッシーズメモ。家具を同じシリーズで揃えると、レアなゲッシーズで成長するかも。あ、そういうのある。壁紙の変更。まあ、でも今のところこれ多分何もないんだろうな。床。あ、あ、家具をしまうか、回し車。回し車何これもう一個違うよね。違うね。そこに置いとるやつのことよね。で、ここの部分。シンプルなテーブル。これシンプルな、あ、水飲みなんやね、あれ。なるほど、なるほど。ほい、それじゃあ、お世話。じゃ、もう一回、触れ合いでさ、いろいろと。はい、触れ合いしましょう。さ、ここで次は、なでなでやってみようかな。できんじゃないか。ってことは、こちょこちょもできんわけね。あ、つら。つら。お出かけ、お出かけはできるのかしら。お買い物、コロコロプレイ、ミニゲーム、ゲッシーズメモ、コロコロプレイルームをたくさん遊ぶとお店に新しいアイテムが増えるよ。ゲッシーズを選んでね。はい、このベビーちゃんで、OK です。ドイコンを傾けると玉乗りゲッシーズがコロコロ転がるよ。すべての鍵を集めてゴールを目指そう。あ、なるほど、なるほど、そういう感じ。最初はすごく簡単なお試しのステージをプレイしてみよう。了解です。どういう感じって？やっぱ仕切りとかあるんやね、そういう。これで？傾ければいいのか。うんうん。コントローラーを寝かせて持ってね。はい、OK です。スタート。かっこいい。結構なスピードでやってくる。ゲットー！で、あとはゴールまで？あ、鍵穴や、あれ。お。これでゴールが開かれたってことかな？へい。吸い込まれたよ。ゴール。クリアタイム9秒、S ランク。やったね。これでご褒美200コインゲットってことかな。このコインを使って、あれか、買い物ができるのか。かぼちゃを手に入れたよ。ん？餌？餌かな、これ。はい、そして、あとは、ミニゲーム。ベビーを成長させると遊べるよ。あ、成長してからのゲームなんやね、あれは。で、お買い物。さっき手に入れた、アクセサリー。これは？身につけるやつってこと？あ、絶対可愛いやつやん、これ。あ、絶対可愛いやろ、これ。待って、赤いベレー帽とか、買おう。顔？え、これでさ、あ、卵とかも、これ何匹まで買えるんやろ？お世話？ご飯、触れ合い。え、これどうやって渡すの？お部屋？違うな。あ、アップになった。なになに、なんか嬉しそう。触れ合い、触れ合い？でも触れ合いあの3種類しかなかった気がするんよね。どうなん？うん、ないよ。ないよ。ご飯。お世話。ご飯。え、でもご飯。あ、ほら、かぼちゃ、ご飯のところに入っとる。つやつやのかぼちゃ、食物繊維たっぷりな野菜。お腹今空いてた？はい、一応ちょっと渡してみるけれど。どうすかね。お、なんかめっちゃキラキラしとる。この餌によっても、このレアかどうかとかそういうの変わってくるんかな。お、これでもう満腹かな？いいね、いいね。これで、あれなんよね、さっきのチャレンジアルバムに撮影した写真。お出かけ。お買い物。こう、買ったものはどこで見れるの？どこで身につけさせれるんやろ。いまいちちょっとよくわからないんだけど。あ、でも買ったものはなくなるんやね、ここで。黒縁メガネ、赤いバンダナ。買ったものはどこへ行ったんだ。買ったものはどこ、なるほど。これはあれなんや。ホテルって何かと思った。ゲシーズ預かってくれる。
預かって、で何？なんかより多くのゲッシーズを育てていくってことかな。まあ、こんな感じ。こんな感じです。お部屋。お部屋？いや、お部屋じゃないよね。模様替え。この着替えの見方が私にはよくわかりません。記録。はい、すいません。はい、すいません。こんな感じ？こんな感じかな？まあ、あとは、体験版でできるのは、まあ、この後も多分ひたすらお金を貯めて、買い物をして、それを渡すっていうことはできる。店長もちゃんとさせれるんかな？そこは、製品版でかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこれはね、一応、チャオで連載をしてる漫画らしいけん。まあ、楽しめるんじゃないかなと、女の子がね、特に。